申し訳ない申し訳ない。皆さんこんにちは、もじゃがりチャンネルです。今日はですね、ルミックス GH7 に、このルミックス G のマクロ 30mm F2.8 のレンズを装着してですね、まあもう結構最近もう寒くなった、まあまだ寒くはないか、まあ涼しくなりましたよね。で、そろそろですね、蝶々だとか、まあ小さい小動物っていうんですかね、昆虫系の動物ももういなくなってしまうのかな、まあそんな予感がしたものですから、近所の公園にですね、まあ、最後の今年2024年の最後のですね、蝶々だとかガだとか、まあ他の小動物がいれば極限マクロの撮影をしようと思いまして行ってきました。で、今回ですね、この GH7 の方とマクロレンズの他にですね、 LED のリングフラッシュ、これをですね、もう結構何年か前に買ってそのままだったんですよね。で、今回ですね、マクロ撮影をするっていうふうに決めたらですね、あ、そういえばこれ持ってたなと思いまして、これを引っ張り出してきまして、今回装着してですね、いろんなもう極限のもうギリギリまで近づいたマクロ撮影の方をしてきました。動画の方とですね、スチール写真の方、作例をたくさん撮影してきましたので、ご覧ください。公園に到着するなりですね、本当にいっぱいのこのが、なんて言いましたっけ毎回言うんですが、いてくれました。まあいきなりですね、カメラを近づけてしまうと逃げてしまいますので、まずはちょっと遠目から撮るんですよね。だん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 近づけていって、この画がですね、あ、このカメラは怖くないものだってこう認識させるんですよ。それってここまで極限、もうこれもうほとんど拙者に近いです。このレンズですね、最短撮影距離の方が 0.105m っていうことは、10センチと5ミリですかね。もうセンサーの位置からこの、10センチと5ミリなので、このレンズの長さを考えるとですね、もうほとんど拙者なんですよ。この少量バッターを撮影した時も本当にもうこうギリギリです。もうあとちょっとで触っちゃうぐらいみたいな、まあそういう形で撮影の方をしてきました。まあ本来はですね、こういう感じでこうちっちゃいんですよね。このアリとかいるんですけど、これもシジミチョウっていうんですかね、これもこれもあんまり逃げないタイプの蝶々だったもんですから、まずはですね、遠くの方からだんだん近づいていってピントを合わせながら近づくんですよね。そうするとですね、案外こう逃げないんですよね。この何ですかね、よくこう蝶々を観察するとこう羽をすり合わせるっていうんですか、これ何なんですかね、そういう動物なんですかね。まあそういう感じで動画の方とですね、本当にもう近づく感じで、もう本当に極限で、ね、スチール撮影の方をしました。これクマバチです。これですね、フル HD の 240p で撮影しているんですけども、この時もですね、まあクマバチで刺さないんですけどもねもうスローモーション前提で撮影の方をしました。黄色い花にですね、このがいるんですよね。この触手をこういろんなこう花の中にこう入れてですね、やっぱこれ蜜を吸ってるんですかね。なんかその動き、これが本当に面白いな、そういうふうに感じました。で、飛ぶ時のシーンはですね、スローモーションにしているんですけども、これずっとですね、気づいたことがあるんですよね。こう触手をですね、鼻の中にこう入れて、こうもうこの鼻にはほとんどこう蜜がないなって言った時には、こう触手を丸めてから飛び立つんですよね。あ、そういう特性があるんだと思って、これこの蛾以外に、例えばこの蝶々、これもそうなんじゃないかなって見てみると、やっぱりですね、こう丸めて飛ぶんですよね。あ、なるほど、触手がついたですね、こういう蝶々だとかガっていうのは触手をこう丸めてですね、飛ぶんだっていうのをこう初めて気づくんですよね。こう石の上にいた、これもガですかね、蝶々なんですかね、
これが止まっていたもんですから、これも極限に近づいて撮影の方をしました。一応今回はですね、ミニ三脚の方をつけていたんですが、もうちょっとミニ三脚を止めてですね、撮影はできないので、ほとんどが手持ちで撮影の方をしました。手持ちでゆっくり近づいて、この複眼にピントを合わせたと思ったら、やっぱり丸めて飛び立ちますよね。おそらくですね、カメラにこう恐怖してっていうんですかね、なんか外敵が来たぞみたいな、そういう時には丸める前に飛ぶんですけども、鼻の中に蜜がないなっていう時 の, そういう時の飛び立つ時はですね、やっぱりこう触手を丸めて飛び立つんですよね。このオレンジ色の、これもやっぱりシジミチョウの一種だと思うんですが、こうなんか羽と羽をこうすり合わせるんですよね。これがなんかどういう意味があるんだろうなって思ってずっと見ていました。もう本当にですね、この複眼の一つ一つがこう、なんでしょう、くっきりするように、もうなるべく動かさず、もうピントを捉えて撮影の方をいたしました。このシジミチョウもそうなんですが、本当にこう複眼っていうんですかね、目にピントを合わせてこうやってるんですけども、なかなか難しいですよね。ある意味望遠よりもこのマクロ撮影の方がやっぱりピントを合わせる方が難しいかな、そういうふうに思いました。やっぱり蝶々もですね、動物なので、やっぱり目にピントが合っていないとなんか変に感じるんですよね。なのでそこら辺はなるべく気をつけました。同じ花にですね、この蛾が2匹止まっていたもんですから、あ、これは撮んなきゃいけないと思いまして、撮影の方をしております。これもギリギリまでこう近づきたいんですが、2匹同時飛び立ちました。これもですね、赤いコスモスにこの蛾の方が止まっていたもんですから、なんかこう配色的にいいかなと思いまして、もうこれもですね、側面にこう撮影しているんですけども、本当にギリギリまで、本当にもうこうこれ撮影すればよかったなと思ったんですけども、本当にこうもう蝶々とガドとかにこう本当にもう触るか触らないかぐらいまで近づいて撮影の方をいたしました。本当にですね、なんつうんですかね、子供が虫捕りにこう熱中するじゃないですか。まあ僕は虫は捕らないんですけども、もういい大人ですからね、この写真で収めるためにこう一生懸命になるっていうこの気持ちっていうんですかね、本当に面白かったです。何でしょう、昆虫を捕まえた気分っていうんですかね、まあ目的は写真を撮るだとか動画に収めるっていうことが主眼なんですけども、なんかそういうこう子供がこうね、昆虫を捕まえるっていうような、本当に同じようなニュアンス、心っていうんですかね、なんかそういうのを久しぶりに味わったな、そんな風に思います。これもですね、こうなぜやっぱ触手をこう丸めて飛び立つんですよね。この一見何でもないハエだとかもですね、こうマクロでこうグーッと近づくとオレンジ色だったり、結構綺麗なんですよね。本当にこう丸めて触手を丸めて飛び立つところ、本当にこれもですね、なかなか面白いなというふうに思いました。こう花アブっていうんですかね、そういうのもいるんですよね。今は結構こう花だとか、あとこの終わりかけのこのひまわりっていうんですかね、この彼岸花とかあるんですけども、まあ、ここら辺もマクロ撮影すると面白いですよね。この黄色い蝶々もこれ花アブなんですよね。花アブもですね、結構こうマクロでこう近づいて撮影してみると、このベロっていうんですか、やっぱこの触手が結構太いんですよね。これをこう鼻の中に入れて、このなんていうんですかね、こう花粉っていうんですか、蜜っていうんですかね、それを吸ってるんですよね。いやー、マクロ撮影本当に楽しかったな。パタパタって感じで飛ぶんですよね。最後にですね、スチール写真、これも本当にギリギリこうギリギリまで寄せてこうシャッターを切る。今回ですね、この LED のリングフラッシュ、なかなか活躍してくれました。当然これフラッシュっていう形になるので、
シャッタースピードは全部こう100分の1なんですよ。それでこう撮影するもんですから、結構なんでしょう、こうブレた写真も多かったんですが、やっぱりフラッシュのおかげで結構なんでしょう、ピントを捉えた写真も多かったな、そういうふうに思いました。この、花アブ、これご覧ください。これすっごいもうギリギリですよ。本当にこれギリギリまで近づいて、ここまで綺麗に撮影の方できました。まだ撮影できるかな、もう一回行ってみようかな、そんな風に思う今回の撮影でした。さあ、いかがだったでしょうか。ルミックス GH7 にこのマクロの 30mmF2.8 のレンズをですね装着しまして、この LED のリングフラッシュ、これをですね装着して今回マクロ撮影をしてきました。このレンズですね、このスペック情報を見ると1倍って書いてあるので、まあ、35ミリ換算2倍マクロなんですよね。まあ2倍までこう、大きくできるので、今ご覧いただいているようなこれだけ大きい繊細な、まあ、写真っていうんですかね、まあ、動画もそうなんですが撮影の方できるんですよね。やっぱり動画の方の撮影にのまあなんですけども、やっぱり結構 AF がGH7 のこう、まあ、力を持ってしてもですね、結構何回もこう、ピントを合わせることが多かったなというふうに思うんですが、やっぱりですね、そろそろマイクロフォーサーズの方もですね、まあ、今回ニコンの、Z レンズ、まあ、Z マウントの方でタムロの方がですね、タムキュー出しますよね。これどうしようかなと思ってるんですが、そろそろこのルミックスのですね、マイクロフォーサーズの方のマクロレンズもこのマーク2出てほしいなと思ってるんですけどね。まあ、そうしたら結構もう本当に 100% 買うかな、そんな風に思いました。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございます。もしよろしければグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いいたします。マイクロフォーサーズの GH7 極限マクロ面白かったぜ。